こうちょっと固定するものを持ってきてないのは難しいな。これでいけるか。トイレ行ってきて、トイレ帰ってきましたと。コンビニついでに飯も買ってきた。飲み物と。お帰りどうも。まあでもさっき食ったんすけどね。まあ一応一日一食だったんすけど、何時があっけな、2、3時ぐらいにはガストで食ったんだけどね。だまだそんなに、しかも結構な量ガストで食ったから、でもなんとなく小腹が空いた気がするので、コンビニちょっといろいろ買ってきました。まず多いお茶。今日は何食べる？まずですね、まあいろいろ買ってきたんですけど、あ、どうもマイさん、ありがとうございます。ハート。まずそばっすね。香りのど越しそば、セブンイレブン。親のお金溶かした人。あ、そうです。よいしょ。そば買ってきました。ざるそば的な。なんかさ、親の金を1000万溶かしとかみたいな感じで、まあちょっと生放送界隈では有名になったみたいなとこあるんですけど、まあ最終的にね、なんか1000万溶かしたで結構有名になったかもしれないけど、最終的に3000万ぐらいなんですけど、でもさ、なんかそれってはっきり言って相当インパクトあると思うんですよ。でも今さ、ちょっと霞むよね。なんか配信の世界ってさ、当時別に配信で1円も稼げなかった時代にそんなことしたから結構注目浴びたかもしれないけど、ある種でも今ってさ、配信でさ、何百万何千万何億って稼ぐ人がいるじゃん。なんか配信がそういう世界になっちゃったから、配信でなんか3000万、まあ親の金なんだけど、溶かしたってもちょっとかすまない。なんかあ、バラどうも。まあ当時配信が稼げなかった時代にやってたんだけどね。すごい世界になったもんだな。そば好きなのにアレルギーになった、マジっすか。自分が好きなものがアレルギーってやばいよね。きついと思う。なんかのテレビ番組で見たわ。なんか何かが好きなんだけど、好きだけどアレルギー出るか食えないみたいな。せめて自分がさ、嫌いな食べ物がアレルギーだったらまだ100歩譲ってあれだけど、まあそれでも不便だけど。好きなものがアレルギーってきついね。そば普通美味しいからね。子供の頃全然美味しいと思わなかったけど、大人になってからそばってうまいなと思った。寒くないですよ。ちょっと暖房入れてたんで。
取らず。今もニートですか、ソース。そばうまいね。完食。まあ他にも買ってきたんですけどね。あとはからし明太子のおにぎりとツナマヨネーズのおにぎりとあと牛肉コロッケとデザートあれこれソースついてないのかな。あ、ついてた。ソースさつけて食いたけど食いにくくないこれ。ソース付きだとソースこの感じでつけるの食いにくいよね。懐かしいからフォローします。ありがとうございます。うん、まあ、ソースつけなくてもこういう系結構美味しかったりするけど、意外と食えるけど、ソースあった方が美味しいわな。この場合どうするか、ちょっとお行儀悪いけど、この場合ちょっとここの先端のところ切って、これね、まず口の中にこれを入れます。口の中に、こう、かぐっけから、コロッケ入れます。これ結構これ踏むんですね。うん。調整しないと一気にドバってソースいっちゃった。しょっぱいね。こうするしかなくない？ちょっと嫌だけど。だってここにかけたら絶対なんか垂れるじゃん。マジで。こうやったら絶対垂れるし、なんかこう手についたりとかするじゃん、絶対。マジでこれしかないから。うん。気をつけないといけないのはドバっていっちゃったらやばいから、これしょっぱいから。でもこれしかないぞ、きれいに食うには。完食。ロンパのアイス。うん。人生で一番高い買い物。でしょ？めっちゃソース垂れるでしょ？俺もさ、毎回さ、これソースなくても食えるんだけど、ソースあった方が美味しいよな、みたいなやつじゃん、これ。どうしたらいいのって思って。最終的にこれだよね。ちょっと食ってて気持ち悪いんだけどこれが一番ベストですよ。こぼさないでこういうタイプの食うには皿がないとだって無理じゃん。皿が受け皿になってくんないとさ、こぼれるから絶対。こんな紙ペラペラのやつじゃん、どうしよう。結構お腹いっぱいになってきた。もう食えないかな。言ってもまだガスト食ったからね。ガスト食ってまだそんな経ってないからね。人生で高い買い物ですか。ツナマヨ、なんだろうな人生で一番高い買い物。ギャンブルとか入れるんだったらギャンブルとかじゃないですか。ギャンブルとか FX とか入れるんだったら、まあそれ入れなかったらなんだろうね。
まあ、それを買い物として捉えるのもどうかと思うけど、まあ、で、ある意味ドルを買うわけだからね。それ抜かしたらなんだろうな。ね、なんすかね。車ですよ。なんかあるかな。なんだろう。でもギャンブル以外で俺高いものどかって買ったことあんまないかも。ギャンブルとか投資以外で高いもの買ったことないかもしれない。一番高いのでもなんだろうな。絶対100万のもんでこれ買ったことないっすよ。ギャンブルとか投資以外で。絶対100万のとかないわ。一番高いんで30万ぐらいだね。いや、車なんて、だって全部安いから。これなんか16万ですよ、車体本体価格で。最初の初期費用入れても30万とかだよ。まあ、初期費用込みの30万ぐらいの車とか、あと30万のバッグ昔買ったことある。女の子にプレゼントするんだよ。自分用じゃなく。昔だけどね。それぐらいじゃない。それ以外で、それ以上高いからもうしたことないよ。最高で30万しか買ったことない。一回で。でも FX とか、競馬とか、競艇とか、ギャンブルだと、平気で何百万とか、何千万とか損してるけど。一回で言ったらさすがに1000万はなかなかないけど。あ、ハッティさん元気はしてます。まあ、ずっとポジション何日も持って1000万円を損したことあるけど。うん。一回でドカっていう一日で完結みたいな感じだと、そんなないかな。マジで30万とかだと思うよ。うん。あ、からし明太子。リアルに30万以上のも、あ、パソコン !36 万ぐらいのパソコン。まあ、でも言ったって36万ぐらい。ちょっと更新しただけ。これね、ギャンブラーあるあるだと思うけど、ギャンブルに使う1万2万とか結構もう平気で入れるくせに、普通になんか自分の買い物で1万2万使うのはためらうんだよね。だからだと思う。基本高いものとかあんま買わないのよ自分に。カザタカさんあれっす。外国の人がコラボしてるんですよ。めっちゃくちゃ。マジで使わないよな。そういうもの以外で。ギャンブル系以外で。マジで買ったことないかも。100万のもんとか絶対買ったことない、今まで。あ、ハッティーさん、ゴールマイク来たさー、すごいすぎる。ありがとうございます。服とかは、あ、でも昔ね、あ、洋服のアヤマでめちゃめちゃ勧められて8万ぐらいのスーツを何個か買って30万ぐらい買ったことある、一回で。8万ぐらいのスーツっていうか、スーツと上下セットでね、上下セットで1セットで8万ぐらいのやつを 3、4個ぐらい買わされて30万ぐらい使ったことある。いや、結局ほとんど着てないっていう。なんか断れなくてさ、どんどん進めてくんのよ。俺なんかめっちゃ買っちゃったんだよね。
まあ僕もその時まだ若かった、20歳ぐらいの頃かな。でもなんか自分が欲しいってよりなんか勧められて断れなくてみたいな感じ。うん、もう今だったらいらないって言うけど、なんか若くてなんとなく断るのダサいなみたいな。あっちが勧めてくれてるのにいらないって言ったら俺なんか金持ってないみたいなんだみたいな、変なプライドみたいな見栄みたいなのが働いて、本当は欲しくなかったのに30万ぐらい買わされた。うん。まあ今だったらそんなんないんだけど、普通に断るけどね。次デザート。20歳ぐらいの時なんか変なそんな気持ちがあって、わかります？内心もう勧めてくんなよ、いらねえよこんなのとか思ってんだけど、なんか断れないみたいな。わかります？うん。ちょっといい格好しいみたいなのが出ちゃうんですよ。今はもうそんなあんまないっすけど、うん、30万が一番高い買い物なら物欲あんまない。だあんま多分ないと思いますよ。だから俺基本的にお金ってなんかお金を使って増やすものだと思ってるから、うん、ギャンブラーの差がですよね。人生一発逆転するにはお金をアホみたいに稼ぐしかないんですよ。じゃあお金をどうやって作るか。もうお金でお金を生むしかないんじゃないのかと。アイテム爆投げしたことないよ。昔10万ぐらいは一回あるかな、10万ぐらいは。でも俺今までで配信者に投げた投げ銭トータル俺多分13万ぐらいだよ。一回だけ10万だけ一人爆投げして、であとポチポチ課金して3万ぐらいプラスで13万ぐらい。でも配信がこう結構ほら投げ銭っての始まっある程度始まって、まあ、多分もう5、6年ぐらい経つのかな。ある程度自分がこうやるサイトが投げ銭とかが対応してきてからね、5、6年ぐらいで多分13万ぐらいですよ。だ1年で割ったら1年2万ちょいぐらいとか、まあでもほとんどが昔に、相当昔も5年ぐらい前に10万爆投げしただけで、あとはほとんど投げてないですけど、うん、感触。今ハマってることありますか？ハマってることっすか。消したら暗いかな、暗いな、こっちだけつけとくか。ハマってることなんだろう。なんだろうね。なんだろう、特にハマってることって言われてもな。